はい、どうも出来心です。今回はポケモンブリリアントダイヤモンドやっていこうと思います。前回までのプレイで言うと、ここの渚シティのジムリーダーに勝利してポケモンバッジとうとう8つになりました。ということで今からポケモンリーグ目指して、これは多分海通ってここのポケモンリーグのエリアに行くんかな。行ってみよう。はい、波乗り使います。すごいな、お前未来のオリンピック選手だろお前。私もポケモンリーグに行くの、たとえどんなに厳しくてもね。波乗り使え、ちゃんと。うわあ、ビキリのお姉さんだった。ありがとうございます。やべ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 、歌舞伎揚げで行ってしまった。ちょ、待って待って、ここレボルトに変える。やった、ビキニのお姉さんセクシーだな。何、渦潮？え、渦の中に閉じ込められた。え、ちょ待って、それやばいじゃん、やばいじゃん、やばい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 。まあいいや、ここ電気タイプの攻撃でいけ、おれやったね。じゃあ経験値もらった、ありがとう。これでもね、ビキニのお姉さんぐらいの胸の大きさ一番好きかもしんない。え、秘伝技持ってたっけ。秘伝技何使うのこれ。滝登り誰か覚えてないといけないってこと？こいつと話さなきゃいけなかったんだ。知らんわ。この町なんだか落ち着くんです。海のそばで灯台があって、あ、それってジムバッジですよね、すごいんですね。あの、でしたらこれをどうぞ。なるほど、これで技マシンで滝登りをもらって、これで使えるようになると。よし、滝登り使います。おお、すげー。この先チャンピオンロード。え、何この悲しげな音楽。じゃあこれ行ってみようか。チャンピオンロード、え、チャンピオンロードってこんなあれなの、洞窟の中なの。え、次は、うわ、これどっち行こう。上から行こうか。じゃあなんもねえ、左でした、出ちゃった、あれ振り出しに戻る振り出しに戻ってしまった。アクリスだ、これか。ロッククライムで降りる。ちょっとね、ポケモンね、ほんと迷路になってる時あるよね。勘弁してほしい。おい、私には未来が見える。なんだお前、見聞色の覇気使える、もしかして。ワンピースのお前カタクリみたいに見聞色の覇気使って未来見えるの、お前は。なんだここ効果抜群。あ、ゴーストにはアクタイプ効くね。いけ、効果抜群一撃、よし、いいね。レボルト、いけ。フーディンもアクタイプでいけるよな。え、どうだったっけだよね。オッケー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 。エスパータイプ、アークタイプ効くんだよな。ゲンガーを繰り出そうとしている。こいつも噛み砕くでいけるよな。うわ、ゲンガーとか久々見た。
ちょっと待って、道わかんないんだけど。は？は？わかった、こっちか。これは進めない。ちょっと道複雑すぎんこれ。さすがチャンピオンロード、めんどくせえな。よかった、私には過去が見える。あれ、さっき未来が見えるやっていたよな。お前は過去が見えるんだ。俺の過去何があったか知ってんの？って言うてみーじゃ。俺の過去に何があったか言うてみー、セリカちゃん。なんだ、リーシャン、リーシャン、こいつエスパータイプだよな。レベルといけ、噛み砕け。俺、過去に付き合ってた彼女の家から出ようとしたら、寂しがった、ちょっと病んでた彼女はドアに向かって皿投げてたんだよな。そんな過去の話いらんのよ。待てよ、もう噛み砕け。まああれだよ、あのドアに向かってお皿を投げてたから、俺に向かって投げてないのは幸いだったけどね。はぁ、着いた。長かった。水は深い青に染まっている。波乗りを使いますか。波乗り使って、滝登りで登る。オッケー、登った。ここがポケモンリーグか。それしか書いてねえじゃん。何こんなお城的な感じなの。え、なんかピーチ姫住んでそうじゃないこれ。何このこの城、なんだ、ピーチ出てくる？ピーチ出てくる？出てこんのかい？もうちょっとさ、外観と中身を一致させてくれん？急に近代化しすぎてびっくりしてるわ、こっちは。ようこそお買い物ですね。あ、なんか持たせる？ここら辺で買うのは、え、こっから連戦だよね。20個ぐらい持っとこうか。てか、なんでこんな金持ってんの？本当に。このポケモンで大丈夫かな？よし。行こうか。何？待て、ポケモンリーグ挑戦だろ。俺もそのつもりでここまでやってきたぜ。さあ、どっちがふさわしいかポケモン勝負で決めるぞ。なんだよ急に。おい、ビチクソ丸。うわ、ビチクソ丸も6匹。嘘でしょ。抜くホークか。ここはもうボルトチェンジで、ボルトチェンジしてもな。おお、ナイスナイス、逆にナイスだわ。雨乞いしてくれてありがとな。雨乞いしてくれてもう 100% 当たるから。うわっ、何こいつ。うわ、気合のたすきって何？うざっ。ちょっガチャビンに変えとこう。飛行タイプに飛行使って倒す。オッケー、オッケー。ヘラクロスを繰り出そうとしている。ヘラクロスは虫格闘だよね。だからこのまま、このまま向くホークで行ったら、ツバメ返しで行こう。
行け、バサバサ翼、ほら。いける。ギャロップ入れ替えよう。まあ、そのままこれガチャピンでもよかったけどね。こう炎タイプって飛行タイプ弱点だよね。多分風だとか受けた炎が弱まるからだと思うんだけど、飛行タイプ、え、待って、炎って飛行タイプ弱点だよね。ここら辺までわからなくなるよな。まあ、とりあえず水で行こう。行け。うわ待って、毒付き、うざ、毒になるなよ。よし、ナイス、ならなかった。オッケー、一撃。ロズレイド入れ替えよう。でここはライオンで、さあ火炎車で落とせるか。うわー、ちょっと温存しすぎたな。大文字で行けばよかったかな、これな。何？なんで回復した？黒いヘドロで、なんだそれ、黒いヘドロで回復するやつってどういうことなん？なんだそれ。ポケモンを入れ替えるカビゴン。え、カビゴンってノーマルだよな。ノーマル格闘は効くんかいな。確か、え、どうやったっけ。でもカビゴン自体がもう元々 HP 高いもんな。うわ、効果抜群で、これやば。これ眠気誘われても別に寝なかったらあんま意味ないよな。うわ、買った。効果抜群で3発入れんといけない。10万馬力。うわ強っ。ちょっと待って、思ったより強いな。寝てしまった。なんで寝るんだお前、このタイミングで寝るなよ。おい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 、ちょっと待って待って待って、どうしよう。分かった、ガチャピンに入れ替えよう。このタイミングで寝るはびっくりだわ。あれ、眠気誘われたらスーターで、ね、寝てしまうんかな。よしよし、10万馬力って地面タイプなんかな、だから効果ないんだ。ここはインファイトで、まあ、ちょっと特防と何防御力両方下がっちゃうけど、ここはインファイトで落とす。あくびは次のターン眠りなんだ。さあエンペルト、え、待って、エンペルトだよな。入れ替えよう。レボルト、でもこいつ勝てんだよな、エンペルトって。俺はこいつを信じてる。だから驚かないです。エンペルト出してきた。こいつ何気防御力高いよな。電撃波一回当ててみよう。どれぐらいなんだろう。うわうわ、先制の爪って何？え、何、甘えてきた。その身なりで甘えないで。うわマジガクッと下がるんだ。おおおお、あんま削れねえな。まだまだこんなピンチ、ポケモンとの絆で跳ね返す。でも電撃波でいけるよな。いけ、よしよし、オッケーオッケーオッケー、いったね。おい、ビチクソ丸、お前ほんと最後の最後まで喧嘩売ってくんな。
お前に負けるようじゃポケモンリーグはまだ早いってか。畜生、もっと強くなってポケモンリーグ勝ち抜いてやる。いや、よくここまで来たよ。 あのちゃんと8つのバッジ手に入れてよくここまで来た。ビチクソ丸もよく頑張ったけどな。なんたって俺は最強のポケモントレーナー、チャンピオンなるからな。なれねえよ、俺がなるから。俺に負けるまで誰にも負けるんじゃねえぞ。逃げてった。あいつはもう一生なれねえな。